さて始まりました。今回やっていきますゲームはゼルダ無双。あのゼルダの伝説が無双とコラボして帰ってきたいや帰ってきたないのか、やってきました。もう僕自身の中でもお祭り騒ぎ。一体どんなゲームになるんでしょうか。今からプレイしていきたいと思います。モードセレクト、レジェンドモード、伝説となった物語を体験するモードですと。で、今は環境設定とレジェンドモードしか選べないと。フリーモードはクリア済みのシナリオを好きなキャラクターで選べます。後で楽しみそれではレジェンドモードやっていきましょう。インパ、また悪い夢を見たわ。このハイラルに何か良くないことが起ころうとしているのかもしれません。良くないこと？一刻も早く探し出さなくては。伝説の衣を授けるにふさわしい勇者を。ここにいるのは訓練兵ばかりです。他を探した方が。報告！ハイラルの郊外より魔物の群れが現れました。すぐに戦いの準備を。はっ！おい、あれ王女様じゃねえか？ゼルダ様がなんでこんなところに？ゼルダ様が苦戦しているらしいぞ。リンク？勝手に武器を持ち出して何を？ハイラル平原。さあ、訓練兵がざわついてる中、リンクさんが武器を持って飛び出しました。これはいきなりどうするんだろうか。B ボタンはこうダッシュダッシュダッシュ。なぜ急にこれほどの多くの魔物が。これどうやって剣を振りたい、剣を振りたい。どこで振る。あ、なるほど、 X ボタンでこれいきなり回転切りが繰り出せるんですが、で A ボタンは今のところ何も、できない感じか。で Y ボタンで攻撃ができます。で三角ボタンで回転切りといったところでしょうか。こう間違えて訓練兵を切っても大丈夫みたいですと。スカイウォードソードのこのゴブリンたちがもうわらわらと湧いてくるんですが、すごい四方八方にいるんだけど量産されてんな。でこうやって回転切りで片付けていくのもありですが、まずはここら辺のゴブリンさんを一掃してしまいましょう。こう城に近いですからね。東平原東砦、平原東の砦で陥落の危機。陥落の危機ということは救わなければと。こっちに行きましょうか。あ、あれかあれか、拠点兵長、でかいゴブリンがいるちょっと大きくなったぐらいかなおキュー、ありがとう。私妖精のプロクシー、突然魔物に襲われて。あなたお名前は？リンクと言います。リンク？リンクっていうのね。え、魔物から入るの守りたいの？今戦闘中なんだけど。いいわ、私が一緒に手伝ってあげる。これからよろしくね、リンク。よろしくお願いします。まずはこの拠点兵長というのを倒せばいいんでしょうか。あ、倒しました。で倒すと、ルピーがばらまかれ、おっと、敵を倒すと必殺技ゲージが溜まります。 A を押すと必殺技ゲージを1本使って強力な必殺技を出せますと。必殺技というのは
こうコマンドがあるんでしょうか。これ X ボタンがとりあえず回転切りなんですが、こうため技だったり後々分かってくるんでしょうね。で先ほどちょっと説明の途中だったんですが、こう敵さんを倒すとルピーが出てくるんですよ。このルピーはいちいち拾いに行く必要がなくて、もう落ちた瞬間からリンクさんの懐に入るという、まあ便利なシステムになっております。いや待てよ、拠点兵長とかって俺このでかいやつを狙っていたが、ここちょっと拠点兵長とか書かれてないじゃないか頭上に。なんだなんだ、ということは次はどこ。あ、見てください、右上のマップ×ボタンがこうピカピカ光ってますから、あそこにとりあえず行けということなんでしょうか。敵をなぎ倒しながら進んでいきましょう。いきなり中ボスで、おっと完全に赤とばに乗った両軍なんですが、灼熱強戦士バルがいきなりボス戦。L を押すと近くにいる敵が注目され、常にカメラが向くようになります。あ、これは便利ですね。で注目している状態で R を押すと、 R を左右に倒すとカメラが向く対象を変えられますと。まずは L を押してみましょう。 L を押してこうカニ歩きができるんじゃないか。カニ歩きというか、あー危ない。よしよしよし、今のうちにミッション開始、バルガを撃破せよ。さあバルガさんの体力が左上に表示されておりますから、これを削り取ればいいと。でこの武器、おっと、敵は特定の攻撃を出すとその時に隙ができます。この時敵にウィークポイントゲージが表示されます。ゲージが出ている時に攻撃を当てると少しずつゲージを削ることができます。ゲージを削り切ると強力なウィークポイントスマッシュを繰り出すことができますと。なるほど、これ今のうちに攻撃すると、でウィークポイントがどんどん削れていく。でこの時に、構造俺を怒らせたな、てめえは俺を怒らせた。さあインパさんが助けに入ってくれました。ふん、まとめて葬ってくれる。まずい、やっぱこれまずいんすか。この攻撃はまずそうだ。お前はやはり、やはり見込んだ通りだと言わんばかりにリンクさんが覚醒したのか。左手の確か勇気のトライフォースが輝きました。ぬ、何者か知らぬがいずれまた相手になってやろう。バルガさんが撤退と。バルガメ怠けよって次の舞台を出すのだ。まだまだゾロゾロと湧いてくるって感じでしょうか。いや、やっぱこれ爽快感がありますね。本当ゴブリンさんがゴブリンさんがもうキューキュー言いながらもうバッサバッサキュ、楽しい。ミッション開始、リザルフォスを撃破せよ。次は、あ、リザルフォス、もう手前にいるんだけど、すごい足が速くなった。めっちゃ速いぞ。ちょっと見てください、いや足が速くなるのは、あ、やっぱり速くなります。でこのリザルフォスさんやけんこう艶やかというかきらびやかになっております。わかりやすい。さあこのリザルフォスさんを倒すと、まず L 注目、危ないよ。こう B ボタンで避けれる感じですかね。で L 注目、注目して、今のうちに攻撃で回転切りだ。わらわら湧いてくるぜ、いけ。さあもうちょっとでリザルフォースさあリザルフォースさんを倒すことができました。ゴロン隊長の救出に成功。いやールーピーがめっちゃばらまかれるで不審な3つの岩が門の上に並んでるんだけど、不審すぎる。助かったゴロ、お礼に渡したいお宝があるゴロ。ちょっと待てよ待てよ待てよ、アイテムがなんか光ってますね。マジックレボリューションレボリューションではないか、あ、読めなかった。あ、ちょっと待って待って、え、こんなところでなんか必殺技、ちょっと待って、これ、え、 A ボタンを押すと勝手に必殺技が、いや必殺技ゲージが溜まっていたからか。なるほど、 A ボタンを押すと必殺技が醸し出されるそうです。で Y ボタンを押すと宝箱、ゼルデン爆弾を手に入れた。投げて敵に爆発を当てろ。道にある岩も壊せる優れもの。へえ、リッスン、
ZR では爆弾などをアイテムをし爆弾などのアイテムを使用したアクションを出せますと。 ZR とはどこだろうか。なるほどね、 R の下です。完全にあの門の上の不審な岩が完全にフラグ解消されましたが、こう爆弾によってあそこは爆破できるといったところでしょうか。まずは敵さんを蹴散らしておきましょう。必殺技ゲージも今のうちに貯めておきたいところです。さあ周りの敵さんはあらかた片付けました。ここで爆弾の出番。この爆弾がないともうこのゼルダ無双始まらないといったところでしょうか。めっちゃ投げるめっちゃ投げるんだけど、手当たり次第投げる感がすごかったんだが、資源が豊富なんでしょうか。さてと次は、あ、×印が光ってるところにとりあえず行ったらいいということでしょうか。敵さんもある程度蹴散らしながら進んでいきましょう。で爆弾じゃなければここは通れないと。爆弾を投げます。ズダダダダンズダダダダン、使いたい方だよこれ。すげえこれ。さあ入っていきました。敵さんがみんな盾を持ってますが、こう爆弾には弱いようだね。後ろから爆発されちゃうもうたまったもんじゃないってな。さあ敵さんを蹴散らしていきましょう。なんだあれは、ピカピカ光ってるぞ。ゼルダ様無事でしたか。訓練兵が爆弾で道を開いてくれました。訓練兵というのは僕のことでしょうか。こういうピカピカ光ってるのは何でしょうか。こう爆弾を投げてこう壊すわけにもいきませんが、何も起きない。ということはとりあえず、敵さんを蹴散らしましょう。行くぞ。そら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 。さあ走っていくと、待てよ、インパさんを見つけました。ゼルダさんもいる。ゼルダさんとの合流に成功。あ、綺麗ねこれ。正面見てくれてるよ。カメラ目線できないかしら。見て見てリンク、王女様がいるよ。あなたは騎士訓練所にいた。謎の魔物軍の増援出現。どこに増援されたんでしょうか。こっちか。わらわら出てくる。でちょっと大きいゴブリンさんもいますから、爆弾もこうすかさずフル活用していきましょう。でここら辺でやってみましょうか。いきますよ、必殺技。あ気持ちいい。レベルアップしましたよ。中央の砦と東平原、平原東の砦への進軍開始。東の砦は俺たちに任せろ。誰か中央の砦を頼む。中央というとこっちか。そうですね、ここにもなんかいるんだよ。これでかいのいた。これリザルフォスさんか。トカゲさんね、トカゲさんがいましたから、この人をまず倒してからこうハイラのところに寄っていきましょうか。いざさざいきますよ、ドカン。さてトカゲさんは痛い撃ってくる。まだ倒れてなかったか。よし、リンクリザルフォスを撃破。で右上のマップが緑でもうピカピカ。あ、砦ボスがいた。これ奥にいましたよ。ドイツだ。え、倒したの。倒してしまう。早いんだけど砦ボス。その調子です。次は中央の砦を奪ってください。中央か、こっちか。女神の泉へ進軍開始。陥落危機とかなってる。これまずいよ、まずいよ。平原南が陥落しちゃう。どこだどこだ。平原南、こっち。あっ、何、魔力解放。魔力ゲージが満タンの時に R を押すと魔力解放を発動します。魔力解放中は攻撃速度が強化され、攻撃を受けてものけぞりにくくなりますと。なるほど。また魔力解放中に A を押すと魔力ゲージを全部消費して相手を強制的にダウン状態にするウィークポイントダウン技を出せますと。これは便利ね。今全部溜まってますから、もう砦ボスにぶつけてみましょうか。いくぜ。さあ解放で、このまま、あ、みんなふらついてる。なるほどね。で砦ボスに当たってないんだよな。あ、ちょっと待って、陥落したって。どこ陥落した、どこ、ここか、大丈夫。さあ砦ボスを倒したようです。ミッション成功。中央の砦と平原東の砦の制圧に成功と。敵の主力を北側に押し込められましたね。あとは大妖精様の力をお借りすれば。大妖精様、冷や汗たらたらなんだけど、あの人今回どうなってるんでしょうか。策が成功すれば一問打尽できますと。ゼルダと共に女神の泉へ向かえ。女神の泉、あ、右下に表示されております。ダッシュで向かいましょう。
邪魔だ邪魔だ邪魔だ、どけ。あ、ゼルダさんがいました。で、拠点兵長もいますから、まずあの人を片付けましょう。大きい面構えしやがって。で、ここら辺にこう爆弾で破壊できる、あれだあれだ、いけ。資源知らず。さあ、豊富な資源によって爆弾で開通させました女神の泉入り口の壁を撃破。こちらへ、共に大妖精様に祈りを。冷や汗たらたら。さあどうなる、魔法陣を使用せよ。さあ Y を押すことによってこの魔法陣を使用することができます。ああ、出てきた出てきた出てきた。ああ、結構綺麗じゃん、結構綺麗じゃん、誘ってる。魔法陣の力により多くの敵の撃破に成功。すごいでかい爆弾が落ちました。やりましたね。これで敵の数を大きく減らせたはずですと。で、次はどうするんでしょうか。ミッション成功。ハイラル軍、謎の魔物軍への反撃によりやる気上昇。敵味方はやる気を持っています。やる気が高いと明るく輝き強くなり、やる気が低いほど暗く沈み弱くなりますと。士気が大事ってことですね。よし、ここから反撃開始だ。あ、めっちゃいるじゃんこっち。片付けておきましょう。あ、ゼルダさんが戦線を離脱されました。いやはは、お楽しみはこれからだ。イデオキングドドンゴ、キングドドンゴさんが出るらしい。あー、出てくる出てきた。応援強角竜キングドドンゴ、より鮮明になってよりいかつくなってますね。北の広場にキングドドンゴ出現、スタルチュラ戦場に出現と。この世界に100匹いる黄金のスタルチュラを倒すと手に入る。イラストピースを集めて完成させるとご褒美を獲得できます。黄金のスタルチュラはバトル中に特定の条件を満たすことで出現しますと。隠れている黄金のスタルチュラの情報はシナリオセレクト画面で確認できます。なるほど、時々集めていきましょうか。こっちか、いた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 、いるいるいる、はみ出してるはみ出してる、きたきたきた。で、L 注目してから切りつけていきましょう。剣の攻撃が全部ミリ単位。危ない危ない。魔導士戦線を離脱、誰ですか。さあ、ビビたるダメージですが攻撃していきましょう。 L 注目をしてたな。いや、 L 注目、あ、 L 注目こっちだった全然違うところ L 注目してた、全然違うところのボタンを押していたということ。危ない危ない、気づいてよかった。さあ攻撃していきましょうか。まあちょっとビビたるもんですがダメージは受けて、あー、食べないよ。 B ボタンを押すとちょっと食らってるっぽいあれにはなりますが、ダメージは受けてないっぽいですね。お、さあ必殺技を繰り出すと、なかなか、なかなか2センチぐらいかな。さあ中央の砦陥落寸前、こんだけわらわらいるもんね。ほんと1200体倒したっぽいですよ。めっちゃ倒してる、危ないよ。キングドドンゴさん、これ夢中になってどっかに進んでるんですが、どこに行ってんのこれ。壁だけど、壁が崩れる。さあこんなでかいですもんね。さあこっちに注目してくれ、危ないよ。さあ攻撃は結構ワンパターンですから、このうちに攻撃しておきたいんですけど、まあミリ単位なんですよね。結構切り刻んでるんですが、まだまだ半分に到達するまでもなくって感じですね。さあ必殺技を華麗に使っていきましょう。ズバズバズバッと、ヘイ。巨大な敵は体力も攻撃力も高い強敵です。有効なアイテムを見つけて隙を見てアイテム攻撃を当ててみましょう。あ、アイテムといえば、待て待て待て、爆弾があったじゃないか。爆弾、口の中入れる、入れちゃう。あ、ちょっと待って、爆弾じゃなかった。
爆弾入れてみましょう。口の中、さあどうなる。従来の倒し方ですが爆発した。さあこの間に攻撃ということ。あ、ウィークポイントが出てます。この間に攻撃して、はい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 、いいぞ。いや、いけそういけそういけそう。あ、だいぶダメージも削れてます。これが正しい攻略法だったのか。すごいすごい。してるんですけど、リンクさんの快進撃が止まらない。キングドドンゴの撃破に成功。パッパラパターン、なんとかしのいだな。みんなよくやった。さあこれでインパ様大変です。敵の魔導士に城を乗っ取られました。次から次へと一難去ってまた一難。何、あの怪物はおとりだったのか。ゼルダ様はどうした、ご無事か。それがお姿が見えません。なんだと？ゼルダ様の行方が知れぬ、ご無事だとは思うが、ゼルダ様を探さねばならぬ。それにはお前の力が必要だ。リンクよ、この衣にふさわしき勇者となれ。あ、襲いかかる闇。これでゲームクリアとなったようです。バトルクリア3000ルピー、クリアタイム14分33秒、撃破数1288。撃破数がこれも最初の序盤から結構1288、なかなかなんじゃないでしょうか。次へ、ルピーを手に入れました。手に入れたルピーはショップモールの各ショップで使えます。騎士の剣、シルバー、キングドドンゴの爪、これなんか素材かな。リザルフォスの鱗で、魔物のボロ布を手に入れましたと。パッパラババーン、フリーモード、アドベンチャーモード、ギャラリーが解禁されました。インパでプレイ可能になりました。インパさん使ってみてえな。パッパラババーン、メイト大ゴロンを手に入れた。ゴロン族の技術で作られた切れ味抜群の太刀、とっても重いぞ。パッパラババーン、メダル1期当選を獲得。一度のバトルで1000以上の敵を倒した。メダルを獲得すると自動的にミーバースに投稿されます。投稿には以下の内容が膨らむ。まいまい、ミーバースへの自動投稿を許可しますか。はい、さあというわけでシナリオを一つ、襲いかかる闇をクリアしました。で次はシーカー族の青年。シーカー族の青年というともうシークしか出てこないです、頭の中には。というわけでどうだったでしょうか。ゼルダ無双爽快感はバッチリでしたね。次回からインパさんも使えるらしい、使えるんですよね。プレイアブルキャラクターにインパさんも追加されましたから、次回はどんどんとインパさんも使っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではぜひともまた次回ご期待ください。それでは失礼します。ありがとうございました。力、知恵、勇気からなる万能にして究極の力、トライフォース。その力をめぐり善と悪との戦いが何度も繰り返されてきました。悪しき者がトライフォースを手にし、ハイラル王国が魔物たちに襲われるたび、必ず緑の衣をまとった勇者が現れ、災いを打ち払いました。最後に悪しき者を倒した勇者は、同じ災いが二度と起こらないように邪悪な魂を四つのかけらにして別々の場所に封じました。三つのかけらは時空の彼方に、最後のかけらは聖地に築かれた神殿の中に、大麻の剣によって封印されたのです。